NGC6397 は祭壇座の方角にある球状星団である。地球からの距離は約7800光年で M4 と並んで地球に最も近い球状星団の一つである。星団は約40万個の構成を含み、良い観測条件の下では、裸眼でも見ることができる。NGC6397 は銀河系に少なくとも20個存在する。 核崩壊の過程にある、球状星団の一つであり、核が非常に密度の高い構成の塊に、凝集していることを意味する。2004年、天文学者のルカ・パスキニー、プアカルロ・ボーニー・ホチョ、ソフィア・ラ・アンディッチ、ダニエル・ギャリー、ラ・フイラ・ジー・グ・ラトンらは、この星団を用いて、銀河系の年齢を推定した。彼らは、超型望遠鏡 VLT の死骸。 可視光の解説合子を用い、星団の中の2つの構成のベディリウムの顔料を測定した。これにより、銀河系全体で最初の構成が生まれた時と星団で最初の構成が生まれた時の間の経過時間を推定することができた。これに星団の推定年齢を加えることで銀河系の年齢は宇宙の年齢とほぼ同じ約136億歳で、 あるという推計が得られた。2006年、星団中の暗い恒星の高度の加減を示した、ハッブル宇宙望遠鏡を用いた NGC6397 の研究論文が公表された。この論文の著者は、この結果により、核融合反応を行う恒星に必要な質量の加減は約0.083太陽質量であることが示されたとしている。 ありがとうございます。